週これあこのままでいいのか。ちょっとね、はい、これちょっとね厳しいな。でももう一枚ボランチは結構選択肢ありますよ。いやあのねまあボギョンかクリサワなんですけど、あ私の中では。あボギョンボランチできるもんね。まあ名人がまあ守備的に見てくればボギョンでいいかな。キムボギョンね、はい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 了解です、はい。こんな感じですかね。はい。さあさあさあ。ちなみにこれちょっと最初言わせたんですけど、あの例えばフォワードって結構まあ選択肢いっぱいあるじゃないですか、うん、あるね。ただ例えばあの右のウイングとか言って、うん、あのレアンドロ・ドミニスできるじゃないですか。できるね。そういうなんかこのポジション横断、ああもちろん大丈夫です。もうありにしましょう。ありですありです、はい、ありですありです。そうですよね、はい、はい。じゃあちょっと順番的に次は中さんですかね。私です。いいですか。次3枚ですよね。次3枚そう3枚です。じゃあウィングからいこうか。はいはいはい。やっぱねあの伊藤純也は欠かせないですよ。はいはいはい、はい、1枚ね。まずそうでしょうね、はい。でねトップはねもうオルンガさんです。おおはいはいはい、はい、オルンガさんです。センターフォワード。センターフォワード、うん、でね左すっごい迷ったの、うん、もうここ、まあ、正直俺の好みでいい、うんうん、サワなんです。おおいや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 サワサワはいはい、サワ左いいですね。もうこれは個人的に好きという。オルンガサワ、うん、伊藤純也。伊藤純也こんな感じってことですね。なんかさんはブルー、はい、こんな感じですね、はい。で私も、うん、まあ3枚なんですけど、はい、センターフォワードフランサ。あやっぱフランサね。センターフォワードフランサなんですよ。ここはねあの私大好きなんでフランサマリ外したくないんですよね、うん。で、左がクリスティアーノ、うん、まあね、うん、まあねクリスティアーノ、うん。で右が伊藤純也。ああやっぱりね伊藤純也は欠かせないですね。伊藤純也、はい。じゃあ伊藤純也ルーレットに進みましょうか。なんかちょうどいい感じでこう各ね、うん、ポジションでルーレットできてますね。最後のピースね、はい、いきましょう。はい伊藤純也ルーレット。いや最後のピースね。伊藤純也気持ちよく気持ちよくできたね。行こう。よし伊藤純也ルーレットスタート。伊藤純也伊藤純也伊藤純也がノリノリ伊藤タカ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 ゴゴ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 ゴいや、いるじゃん。あ、いたじゃん。やっぱね、レイズのね、人材豊富なんですよ、前は。前はね、はい、やっぱ前はすごいいるね。そう、エルドミ、エルドミいるね。エルドミにしますよ、私は。これ揃いましたね。揃いましたね、はい。そんな形でちょっとお互いのね、今頭の中でのフォーメーションを次のページでマッピングをしてちょっと見ていきましょうか。見たいね、はい、はい。さあ、はい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 、来ましたね。さあ先ほど選ばせていただきました各選手をこのピッチに配置をしていきます、うんうん、はいはいはい。で左側がブルー、はい、中さんチームで、右側がオレンジの私チーム、高さんチーム、はい、ということで、まず中さんチームからです、はいはい、フォーメーションも含めて配置をしましょう、はい、ではお願いします。ドン。いやどうですか、はい、見てみて高さんこれ。ああやるね。私のイメージではまずねこれサイト強いんですよ。何かっていうと戻れる攻めれる。ああなるほどね、うん、なんだけど真ん中にヤバいのもいるわけ、はいはいはい、ファンタジスタとこのもうオルンガさんっていうね。これ結構じゃああれですか、あの重心は低めでってことですか。重心低めですよ。重心低めに置いて、うん、カウンター戦術をベースにしながら、うんうん、伊藤純也とオルンガが前に残ってて、はい、そこに大野が配球すると。そういうことです。キモちゃんとそこにはちゃんとイブシギの活躍をするこの名人と防御もいたわけですよ。ちゃんとこのボールのステーション的な役割も。あ確かにまあそういう意味で言うと、うん、そのあの割と前線にタレントが揃ってるので、うん、その中盤の底辺のところにもともと大谷でしたもんね、うん、チョイスは。そう気が利くその辺のね頭のいいボランチを置きたいと。そうだからあのモーリーニョがやってたインテルみたいな戦い方。なるほどね。わかりやすいですね、うん、めちゃくちゃわかりやすいです、ね、そういうイメージです、はいはいはい、なるほどなるほど、はいはい了解です、はい、まあまあ確かになかなか豪華なメンバーですね。豪華ですよ。ただまあ山中とか中谷とかね、今いないからね、レースでね。いや、そうなんですよ、ね。いや、ここね、ちょっとやっぱユースの人たちっていうのも、やっぱ一定入れたいなと思って。ああ、確かに。もうあれですもんね、もうディフェンスラインとかゴールキーパーもほぼ、そうそうそう。5分の4が
やっぱ柏レースの良さってそういうところだと思う。確かに。そのユース上がりでこういう一戦でね活躍する選手っていうのも選んでなくなったという、はい、いや私が一番いいと思ったのはサワね。いやあのね大好きなの。めちゃくちゃいいチョイスですよ。いやサワね大好きなんです。マジで。あの地元が近いっていう理由もあるんですけど。あそうなんですね。なるほどね。そうなんですよ。それちょっと別の理由ですね。そう個人的な。はい、はい、いやいいチームですね。はい。はい、ちょっと私行きましょうか。はい高さんチームお願いしますよ。ドン。いや強えよ。これ多分外国人枠これ大丈夫。そう5人。ギリ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 セーフです。セーフだね。はい、うん。これはどういうイメージ？大体サッカーは、うん、あの結構こう単純明快で、もともと右 の, あのウイングが伊東純也だったんですけど、取られました。はい、取られましたと。うん、ただまあ戦術のベースはフランスなんですよ。うん、はいはいはい。フランスはワントップに置いてるんですけど、うん、まあ、彼は結構自由なので、うんうんうん、あのファルソンのエベ的な感じ、偽9番的な感じで降りてきてほしいんですよ。はいはいはい、で、江坂、サビオ、フランスの3人でゲームを作りながら、うん、レアンドロ・ドミンゲス、クリスティアーノは、まあ、ウイングというよりもどちらかというと2トップ的な感じで絞ってくると。うん、なるほど。で、両ウイングの、もともと小池じゃなくて、酒井だったんですけど、酒井が右側から上がり、中山もその、あのゲームプレイメイキングに参加しながら、まあ、仕掛けていくというような、まあ、フランスがこう偽9番で降りてきて、そこをこう連動していくみたいな感じ、はいはい、したいんですよね。なるほどね。はいはい、確かにあのこれね、右サイド、こっちから見てね、はい、伊藤純也、酒井宏樹 VS クリスティアーノ中山雄太だったら、結構ね、こっち分がありそうだと思うんだけど、逆に左サイド。見ると、ね、確かにドミンゲスさんいるとやっぱきついかな。確かにドミンゲスさんいると多分山中守備できないからね。できないよ。それこそこの江坂と明神のポジションの取り合いとかね。確かに。いやめっちゃ面白いですねこれ。これ見たいね、はい、見たいもんだって、うん、そう。いやこのねセンターバックコンビもやっぱこれ鉄壁なんですよね。鉄壁だね。優勝シーズンの時、あうんの呼吸ですよね。そう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 、何があっても失点しないみたいな、うん、やっぱ明保さん入れたくなっちゃった、ね。あ、まあ、そこはね確かに分かる、うん、めっちゃ迷った、うん、入れたくなっちゃった。硬いからね。これでもすごいな、うちのチーム、うん、すごいのはこれあの場合によっては3バックもできるんですよ。ほう、はい、あなるほど、ね、中山雄太がそのまま真ん中でスライドしていって、そうだ、ね、小池右に張らせて、うんうんうん、まあ、クリスティアーノはまあ、まあ、あのあれですけど、あの、うん、左のウィングにあのサビを持ってくれるんで、はいはいはい、ウィングバックに。なるほどね。結構そういうのも含めて、うん、だから本当はベンチメンバーはやりたいぐらいで、ね、やりたいですね。ここ交代で出すからみたいな、はい、確かに、まあ、ちなみにこのチームで中さんチームで背番号10番つけるの誰ですか、うん、そんなファンタジスタに決まってるじゃないですか。え、もちろん中谷でしょそれは大野さんです。そうでしょうね。そりゃそうですよ、うん、僕はフランスなんですけどね。あそこはやっぱフランスだ、ね、フランス、うん、なるほど。9番は逆に、え、9番は誰だろう。9番小池だよ、小池雑ですね、最後。9番クリスでしょ、クリス。クリスだよ、うんうんうん、そうだ。9番はまあ、ね、伊藤純也なのかな、まあ、俺っていう感じでもないよなっていう、まあ、うん、そうですね、はい、うん、まあそんな感じでございますか、うん、はい、楽しかったね、これ。面白かったですね、はい。ちょっとこれね、いつかこんなのでゲームとかしたいんですけど、うん、したいね、はい、もし FIFA の、あのこういうのできればやりたいんですけど、うん、ぜひ作ろう、うん、作るって作ろう、はい、そんな形でございました、はい、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。